今回は京都京区王道からオリジナル、老舗からニューオープン、有名店から穴場まで厳選9店を一気お届け。最後までお楽しみください。では早速行ってみましょう。だしと麺、だし使いのプロフェッショナル。もともとはうどん屋さん、だし使いを得意とするのはそのため、佇まいが落ち着いた上品なお店です。たまり醤油、あごだし、貝だしと色とりどり。ご飯もだいぶ飯から高菜、炙りチャーシューとお手頃からちょいリッチまでいろいろ。食べ方指南、怒られませんが冷めないうちにどうぞってことですね。着丼からすでに香るスープ、ひっきりなしに削られる鰹節たちはここに集約されています。これぞまさに麺はツルツルで食べやすい。でも主役はスープ、役割分担がちゃんとできています。熟成感抜群のチャーシュー、噛むまでもなく口でほろりとほどけます。卵も濃厚、幸せです。ここの味変はまさかの鰹節、香り高さが極まります。そう、これぞお店もう一つの名物が、これいろんな意味でいろいろこぼれそう。チャーシューこれだけ食べれば大満足。卵の濃厚具合も半端ありません。ラーメン天狗、伝説のお店杉千代継承店。大体嵐山と太秦映画村の中間くらいにお店はあります。メニューです。塩味噌もあるものの、基本は天狗ラーメン一択のお店。時間はかかりますが、点心メニューが充実しているのが趣深い。ネギは入れ放題、ご飯はオーダーすれば食べ放題です。とろっとした濃厚なスープの旨味の秘訣は、無加調でかつ和風だしをプラスしている点。ストレート細麺、京都のスープに自信あるお店は大体これですね。小さい丸太みたいなチャーシューは持ち上げただけで崩れるほどのトロトロ具合。ネギ&ご飯食べ放題のこのお店ならではの締めご飯。ラーメン親父、黒いスープはあのお店の上位互換。黒のテントに赤いのれん、渋すぎる雰囲気が漂います。ラーメンは一択、ノーマル、チャーシュー、ダブルの三段活用。黒いスープは京都の有名店を思わせますが、よりコクがあるのにしつこくない感じ。加水率低めの中太ストレートはもはや京都の定番。乱雑に盛られたチャーシューの味もこのお店人気の秘訣。普通のゆで卵トッピングはなんだか昔のラーメン屋さんを思わせます。最後は残った具材とスープをライスに盛り付けて一気に平らげる。これぞ麺どころ鳥谷、鳥取り扱いのエキスパート。人気店ですが席数が多くて回転も早いのでストレスなく入店が可能。麺メニューは醤油と塩、ノーマルあっさり、熟成こってりの理解で OK です。
このドロット缶、鶏白湯はこうじゃないと。当然麺によく絡みます。ヘルシーな鶏チャーシューは美味しいのに食べやすい。マストトッピングのワンタン、肉の旨味がすごいです。最後はピリッと黒胡椒オイルで最後までスープを楽しめます。洋テイストなご飯メニューは鶏チャーシューとはまた違った肉の味わいが楽しめます。コッコヤ白味噌ラーメンは胃も心にも優しい癒し系。駅舎のようなお店に入ると様々な駅グッズが、さすがコッコヤ。ラーメンの種類、定食、ご飯物、一品ともかなり品数豊富。ラーメン、焼き飯、唐揚げ、DX はだけじゃありません。ラーメンはチョイス可能で、今回は白味噌、普通の味噌よりコクがあって少し甘く優しいお味。白味噌のスープを味わうための一杯なので、麺は邪魔しないよう少し主張控えめ。チャーハンにしてはかなり大きなチャーシューがゴロゴロ、味も食べ応えも抜群。こちらもカリッと揚げられていてとても美味しい。ラーメン小福屋、ラーメン屋でなぜか新鮮漬け丼。人気店でランチタイムはいつも地元の人でいっぱい。ラーメンは魚介豚骨醤油一択。温玉、チャーシュー丼、そして漬け丼。なんだか懐かしさを感じるスープ、少し甘めでうまみたっぷり。魚介豚骨醤油は縮れ麺がよく合います。チャーシューは赤身、脂身のバランスがいい感じ。名前通りのものが出てきたのに無性に突っ込みたくなる漬け丼。醤油加減が程よく絶妙。ラーメン、神伸ばし大、小細工はいらないシンプルな一杯。待ち時間なさそうに見えて中で行列ができるタイプのお店です。メニューです。リーズナブル。がっつり飯を求める猛者が多いのか、来る人は大体この4種からオーダー。背脂なしの鶏ガラ醤油、このシンプルさがいい。京都でラーメン食べるとよく見かけるこのストレート麺。チャーシュー、ネギ、もやしという自宅ラーメンっぽさもまたいし、チャーハンもまたオーソドックス。チャーハンと聞いて想像する通りの味がそこにあります。ラーメン屋、富士虎、この上質な醤油スープはあの店を連想させる。
まだまだオープンしたての綺麗なお店。ラーメンは醤油と塩、それに混ぜそば。コクのある醤油にいつまでも熱々のチー油、期待通りです。このつるんとした細麺、のどこし重視です。チャーシューは豚赤身と鶏のあっさりコンビ。ジューシーワンタンととろり煮卵、もうこれたまりません。味付けは最小限、素材で勝負。ラーメンジュゲム、醤油、塩、味噌を使い分けるエキスパート。目印にとても困るのですが、渦政交流寺から南に進んだ先にお店があります。醤油、塩、味噌を使い分けるエキスパート。好みから醤油から味噌をご紹介。基本全部こってりで、返しを好みとかその日の気分で選ぶ感じ。麺も共通、つるつるもちもちのストレート細麺。日によってムラがあるのもこの店の味。以上です。右京区は広いので美味しいお店はまだまだあります。これからもいろいろと発信していきますので、ぜひいいね、チャンネル登録などお願いします。